X ソニックのエアステップってどんな機材か知ってますか？エアステップは USB 端子、MIDI 端子、フットスイッチ端子、Bluetooth を装備したフットコントローラーで、5つのフットスイッチのみとシンプルで非常にコンパクトな見た目なんじゃが、これ1台でハードウェア、ソフトウェア問わず、ほとんどの音楽関連機材をコントロールできる、まさに次世代と呼ぶにふさわしいマルチなコントローラーなんじゃ。実際わしの周りにもね、エアステップを足元に置いてるプレイヤーよく見かけるようになってきたんじゃよ。で、今回そんなエアステップに新しく加わったのが、ヤマハ THR2 対応の YT エディション、スパークアンプ対応の SPK エディション、ボス刀エア技エア対応の BW エディション、ボス刀アンプ対応の KAT エディション、4機種のスペシャルエディションじゃ。この4機種は自宅練習用として定番となっているこれら4つのアンプにそれぞれ対応、従来のエアステップから機能を省略してシンプルな専用フットコントローラーとして機能するモデルなんじゃ。それぞれどんな感じで使えるのか見ていくので、4つのアンプのどれか持ってる人はぜひチェックお願いします。まずはヤマハ THR2 アンプ対応のエアステップ YT エディション、早速ねペアリングしてみましょう。アンプの電源がオンの状態で YT エディションをオンするとね、ほらもうペアリングされました。簡単。 THR2 アンプにはユーザーメモリのためのスロットが5つ用意されておるんじゃが、この YT エディションはデフォルトで5つのスロットの切り替えができるようになっておる。一番左のフットスイッチで1番、2番、3番、4番、5番で、この YT エディションにはフットスイッチの役割が異なるモードと呼ばれる機能が3つ用意されておるんじゃ。今のがモード1だったんじゃが、モード2に切り替えてみましょう。一度電源を落として左から2番目のフットスイッチを押しながら電源を入れるとモード2になるんじゃ。モード2は一番左のスイッチはコンプレッサーのオンオフ、2番目のスイッチはエフェクトのオンオフと対応しておる。3番目のスイッチはエコーのオンオフと対応。4番目のスイッチはスロットの加工。5番目のスイッチはスロットの上昇で、エフェクトのオンオフにかかわらず今選ばれているスロットは緑の点滅で分かるようになっておる。例えば1が選ばれている場合は緑で1番が点滅する、ね、エフェクトオンオフしても2番が選ばれているときは緑で2番が点滅。続いてモード3にしてみましょう。真ん中のフットスイッチを押しながら電源オンで、モード3に。モード3ではモード2と同じく一番左のスイッチはコンプレッサーに対応、2番目のスイッチはエフェクトに対応、3番目のスイッチはエコーに対応しておる。そして4番目のスイッチ、こちらはリバーブ、対応しておるんじゃ。5番目のスイッチがスロットの上昇に対応しておるんじゃよ。続いてポジティブグリッドスパークアンプ対応のエアステップ SPK エディション。この SPK エディションには3つのモードが用意されていて、現在のモード1はアンプ側の4つのプリセットの切り替え、2番、3番、4番、5番目のスイッチはドライブのオンオフです。そして左から2番目のフットスイッチを押しながら電源オンでモード2。モード2では
一番左のスイッチはドライブのオンオフ。2番目のスイッチはモッドのオンオフ。3番目のスイッチはディレイのオンオフ。4番目のスイッチはアンプ側のプリセットの加工。5番目のスイッチはアンプ側のプリセットの上昇ができるんじゃよ。真ん中のフットスイッチを押しながら電源オンでモード3になる。モード3では一番左のスイッチはドライブのオンオフ、2番目のスイッチはモッドのオンオフ、3番目のスイッチはディレイのオンオフに対応。4番目のスイッチはリバーブのオンオフ。に対応してるんじゃ。5番目のスイッチはアンプ側のプリセットの上昇。そして SPK エディションではエアステップを接続しながらも専用アプリで音作りすることも可能なんじゃ。続いてボス刀エア対応のエアステップ BW エディション。アンプの電源がオンの状態でエアステップ BW エディションの電源をオン。アンプの Bluetooth ボタンを押せば ペアリングされてすぐ使えるようになります。デフォルトでのフットスイッチの動作は一番左がブースト、左から2つ目がエフェクト、右3つのフットスイッチがチャンネル A、チャンネル B、 2つのチャンネル内のそれぞれグリーン、レッド、オレンジの切り替えとなってます。で、今はチャンネル A が選択されておるが、右から2番目のフットスイッチを長押しするとチャンネル B に切り替わるモードになります。チャンネル B が選択できるようになるとエアステップ本体の I の部分の色が緑色に変わるので、その状態でフットスイッチを踏むとチャンネル B に切り替わり、グリーン、レッド、オレンジっていう風に音を選べるんじゃよ。チャンネル A に戻したいときは左から3つ目のフットスイッチを踏むと色が変わってチャンネル A のグリーン、レッド、オレンジ。そして一番右のフットスイッチを長押しするとパネルになって、今のこのアンプのつまみのセッティングが有効になるんじゃよ。そしてエアステップとアンプを Bluetooth 接続しながらも専用アプリを使って細かく編集することもできます。 BW エディションにはフットスイッチの役割が異なる4つのモードが用意されておって、今はモード1、デフォルトの状態が選択されておるのでモード2にしてみましょう。左から2番目のフットスイッチを長押ししながら電源をオン。これだけで OK。 今モード2の状態じゃ。モード2では一番左のフットスイッチがブースターのオンオフ、2つ目のスイッチが FX のオンオフ、3番目のフットスイッチがディレイのオンオフ。4番目のスイッチがチャンネルの加工。5番目のスイッチがチャンネルの上昇、オレンジ。チャンネル B に変わってグリーン、レッド、オレンジと。で、その時選ばれているチャンネルはエアステップの本体でも確認できて、チャンネル A のグリーンが選ばれている時は一番左のフットスイッチが緑に点滅していて、
レッド、2番目のフットスイッチが緑、オレンジ、3番目チャンネル B のグリーンが選択されているときは4番目のフットスイッチ、レッドで一番右、オレンジでこの2つのスイッチが緑に点滅する。4番目のフットスイッチ長押しでパネルモードになって、5番目のフットスイッチ長押しでもパネルになるんじゃよ。左から3番目のフットスイッチを長押ししながら電源をオンにするとモード3になるんじゃ。モード3では一番左のフットスイッチがブースターのオンオフ、2番目のフットスイッチがモッドのオンオフ、3番目のフットスイッチが FX のオンオフ、4番目のフットスイッチはディレイのオンオフ、5番目のフットスイッチはリバーブのオンオフ。なんかペダルボードを並べているような印象じゃの。そして一番左のフットスイッチ長押しにするとチャンネル A のグリーン、今選ばれているチャンネルも表示されています。2番目のフットスイッチ長押しでチャンネル A のレッド、3番目のフットスイッチ長押しでチャンネル A のオレンジ、4番目のフットスイッチ長押しでチャンネル B のグリーン、5番目のフットスイッチ長押しでチャンネル B のレッド、っていう風にチャンネルも切り替えれるようになっておるんじゃ。左から2番目と3番目のフットスイッチを押しながら電源をオンにするとモード4になるんじゃ。モード4ではシンプルなチャンネル切り替えのモードとなっておる。チャンネル A のグリーン、チャンネル A のレッド、チャンネル A のオレンジ、チャンネル B のグリーン、チャンネル B のレッド、そして5番目のフットスイッチ長押しにするとチャンネル B のオレンジっていう風にな。これら全ての機能がワイヤレスで使えるのでめちゃめちゃ便利です。最後はボス刀アンプ対応のエアステップ KAT エディション、今回は刀50マーク2で使っています。このアンプは USB ケーブルで本体と KAT エディションをつなぎます。電源をオンにすればすぐ接続は可能じゃ。一番左のフットスイッチはアンプのチャンネル1のバンク1が選ばれている状態、2番目のフットスイッチを踏むとチャンネル2のバンク A、 3番目のフットスイッチはチャンネル1のバンク B、 この刀50シリーズの場合はバンク B が選ばれるとパネルのランプがゆっくりと点灯します。4番目のスイッチはチャンネル2のバンク B、5番目のフットスイッチ、まず長押しするとパネルモードになってこのアンプのフロントパネルのセッティングが反映されるようになります。このように5番目のフットスイッチを軽く踏むと今説明したチャンネルモードとこれから説明するエフェクトモードの切り替えとなっておって、このランプの色でブルーがチャンネルモード、グリーンがエフェクトモード、見分けられます。エフェクトモードは4つのエフェクトのオンオフが可能になっておって、一番左のスイッチはブースターのオンオフ、2つ目のスイッチはモッドのオンオフ、3番目のスイッチは FX のオンオフ、4番目のスイッチはディレイに対応しておるんじゃが、オンオフさせたい場合はボタン長押しで、
短く押すとタップテンポとなっておる。5番目のスイッチはリバーブに対応しておるが、こちらも長押しでオンオフ。そしてブーストモッド FX はそれぞれ長押しすることでタイプ違いのモデルも呼び出せるんじゃ。レッド、オレンジ、モッドもグリーン、レッド、オレンジ、FX も。そして細かい音作りはアンプ専用のアプリ刀ライブラリアンで音作りが可能じゃ。刀アンプは通常パソコンのデスクトップアプリのみ対応でモバイルアプリからの操作ができないのじゃが、 AirStep KAT Edition を使用することで刀 Air モバイルアプリで刀アンプをワイヤレス編集することが可能となります。これにより刀50、100、アーティスト、ヘッドのユーザーはデスクトップアプリを使う必要がなくなるんじゃよ。どうじゃ？それぞれ4つのアンプに対応した各エディションを紹介してみたが、これめちゃめちゃ便利だと思いませんか？この4つのアンプ、今まではどちらかというと自宅での練習や演奏を楽しむためのものだったと思うんじゃが、この各アンプ専用のエアステップがあればもっとね、可能性が広がると思うんじゃ。例えば練習の時でも楽曲の A メロ、B メロ、サビに合わせて音色を切り替えることができたり、リズムトラックに合わせてジャムセッションをしている時にもう一段階ギアを上げたい、ブースト、エフェクターオンにね、できるんですよ。もうあとね、生配信などでも足元で音色をコントロールできるっていうのはこれかなり便利だと思うんですよね。では最後に AirStep YT Edition を使ってアンプの音色を切り替えながらわしが作った曲を一曲演奏してみようと思う。これね、イメージとしてはこの AirStep のようにこう空へ羽ばたく自由への一歩みたいなイメージで作ったので、よかったら聴いておくれ。USB ケーブルまたは 9V のアダプタで OK。 そして例えば刀 Air THR2 ワイヤレスはアンプとギター本体もワイヤレス接続に対応しているので、これギターとアンプそしてフットコントローラー全てがワイヤレスってことも可能なんじゃよ。すごい。今回紹介した Xsonic の AirStep、 4つの専用のアンプのために作られたYT-SPK-BW-KT エディション、興味のある方はぜひともチェックお願いします。よし、じゃあまたの。